こんばんは、ポンタロウです。今日は最近購入したコスメを紹介していきたいと思います。そんなに個数はないんですけども、せっかく購入してきたので紹介したいと思います。それでは、どうぞ。はい、まず一つ目はこちら。はい、こちらはシルコットの滑らか仕立てのものをですね、2箱入りで購入してきました。で、こちらは82枚入りのものが2箱ですね。これはね、もういつも使い切りとかで紹介してるんで、そんなに説明いらないと思うんですけども、私はこれをアイメイクリムーバーを使う時とか、あとは装置したね、メイクを落としたりとか、そういう感じの時に使えますね。まあこれはね、安くてすごく使い勝手もいいので、いつもこれをリピしてます。続きましてこちら、はい、こちらは島村で購入したんですけども、島村のチークカラー、ラプンツェルのコーラルピンクというチークですね。なんとね、780円、税込みで780円でしたね。でこちらラプンツェルのもので、ここにね、ラプンツェルの柄が箔押しされてます。中身はこんな感じです。はい、お色はピンク色になってまして、こっちに結構ラメが、小粒のラメがいっぱい入ってて、こっちは、まあラメがちょっと入ってるタイプなのかな。ちょっとこっちの粉が寄ってるのかもしれないんですけど、こんなカラーです。で、ブラシが1本入ってます。まあね、簡単に装置していきたいと思います。手に出すとこんな感じです。で、これラメ入ってるって言ったんですけど、こっち側はマットのカラーになってましたね。お色はこんな感じです。ピンクだけ。で、こっちの左のラメの薄いハイライトカラーですかね。だけ混ぜたものですね。で、これはね、なんかコーラルって書いてるけど、結構ピンク寄りな感じがするので、まあピンクメイクとかするときにね、使えるんじゃないかなと思います。それでね、780円っていうね、驚きの安さなので、はい、これから使うのが楽しみです。そしてこちらは、はい、こちらはインテグレートのワイルドルックアイズの PK373 番ですね。このようなカラーでね、すごい使いやすいカラーですね。で、もうこれ実際使ってるんですけど、はい、こんな感じのカラーですね。で、ピンクと、で、ここのね、締め色のカラーがすごい使いやすい色なんですよ。はい、お色はこんな感じです。すごく綺麗な色ですよね。で、この締め色のこのカラーが好きすぎて使ってますね、最近は。で、この上と、まあこれを締め色にして、間にね、また違うシャドウを入れたりしてね、楽しんでます。これほんといい色なんで。で、質感もすごく柔らかいアイシャドウで密着力もあるので、で、発色もこんだけいいから、すごく使いやすいです。ぜひ使ってみてください。で、このアイシャドウは、ピンクベージュみたいな本を持ってるんですけど、すごい、やっぱり使いやすいので、おすすめなアイシャドウです。そしてこちら。はい、こちらは韓国コスメなんですけども、ミシャだったかな。ミシャの、ジュエルドロップ、リクイドシャドウっていう、アイシャドウですね。はい、開けるとこのようなリキッドのアイシャドウですね。で、こちらのお色は何番だったかな、まあ、ちょっと今わからないので概要の方に書いておきたいと思います。で、こちらもラメがザクザクのタイプで、はい、こんな感じのね、グロスみたいなチップなんですけど、こんな感じにね、ザクザクのラメなんですよ。メタリックみたいなお色で、まあベージュなんですけども、これをね、ベースとして使ったら綺麗なんじゃないかなと思って購入してみました。こんなお色なんですけども、はい、広げるとこんな感じになりますね。なので、ほんとザックザクラメラメにしたい時に使ってみようかなと思って購入しました。これはね、9点だったかな?そこで購入しました。こういうグリッターなラメラメってあんまり使う機会はないんですけども、いろいろ挑戦してみたいなと思いまして購
購入しました。続きましてこちら、はい、こちらも韓国コスメなんですけども、なんて読むのかなチカヤチコって読むのかな、そこのアイシャドウパレットを購入しました。はい、このようなパッケージになっております。すごい可愛いんですよね。でこれはピンク系とオレンジ系があって、で私はオレンジ系のお色を購入してみました。でお色はこんな感じで、すっごく綺麗なんですよ。ここはマットで、ここがグリッターで、ここはシマーなタイプになってますね。はい、お色はこんな感じです。こんなにねギラギラしてるアイシャドウすごくないですか。まあお色はこの順番で塗っております。で私これもう使ってるんですけど、このベージュをね、まあベースアイホール全体に塗ったりして、ここをこの色ですね、この色を、まあ、二重幅に塗って、締め色でこれを使って、で二重幅のねところにこれをまた重ね付けるっていう方法がすごい好きです。でもこのグリッターのねラメも何でも合うラメなので、もう何にでも使えそうです。これとかほんとすごくないですか。ほらギラギラ、まあ、マットとこのねラメラメしてるグリッター系がね一緒になったパレットってすごい使いやすいなと思いました。そしてね本当に捨て色のないパレットだったので、これはいいお買い物したなって思ってます。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはミムラのスムーズスキンカバー化粧下地ですね。 20g の SPF20PA+2 プラスのものです。でこれねすごい気になってて購入しました。これ1回の使用量がお米1粒から2粒分なので、すごいコスパがいいんじゃないかなと思って購入してみました。はい、これは結構見ますよね。でやっと購入しましたよ。はい、中身のクリームはこんな感じで、なんか結構ボソボソしてるタイプ でこれをね少量と毛穴が気になる部分とかテカリが気になる部分に塗ったりすれば、まあ化粧の崩れが汚くならない、そしてまあ崩れにくいということですごい有名なんですけども、これでねお肌が綺麗になるならいいなと思って購入してみました。でこれ本当は4200円税抜きでするんですけど、私はクーポンとかポイントで3000円で購入しましたね。すごい嬉しいです。まあねまだ使ってないのでこれからね使うのが楽しみです。そしてねこのミムラの下地を買った時にこれもついてきたんですよね。マルセイユオルガソープっていう石鹸が、まあ、これのね説明があんまり入ってなかったんですけど、まあ顔が洗える石鹸みたいなので、まあ、洗顔としてね使ってみようかなって思います。はい、今回の購入品は以上になります。もうねアイシャドウが好きすぎて、アイシャドウが3つもねあるんですけど、やっぱりね好きなコスメはねやっぱり買っちゃいますねただこの中でやっぱりこれはねすごい使いやすいのでね、もうピンク系好きな方は使ってみてください。このね締め色の色がすごいいいのでおすすめです。まあこれもね9点で買えるのでね、皆さんチェックしてみてください。ピンクの方もすごい可愛いので、もうピンクの方も買っちゃおうかなってすごい悩んでるパレットになってます。またね概要の方に値段とか名前の方は書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。